はい、国風展実行委員長の鈴木徹さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、こちらは、はい、ここにも書いてありますけれども、ね、皇居の盆栽で、はい、毎年ね、こうして国風展には出品をしていただいてます。素晴らしい大きな、こちら赤松でしょうか。そうですね、立派な大きな黒松じゃない赤松が来てますけれども、50年前 の、 はい、皇居の盆栽 にも載ってる石漬けの赤松ですけど、まあ、石といってもくず屋ですけど、 石を掘ってですね、くず屋に掘って、やってますけども、もう樹齢的には200年ぐらい経ったかもしれない、ね、そうですか。これその50年前の写真集にも載ってるという木なんですね。はい、今近づいていますけれども、根元にくずや、お形取った、やっぱり特徴でしょうね、この木は。これ石ですよね。軽い石、軽い石みたいなものですね。石をこう掘って、こう家の形にね、造成しとるわけですね。これはそうしますと、大木の下に佇むくず屋みたいな、うん、そういう景色を作ってらっしゃるんですかね。珍しいですね。形としてはね、珍しいですね。だから単にその木だけのものでしたら、あまり変化がないんですけど、やっぱりこのくず屋があることによってね、この全体の雰囲気が、ね、醸し出してるんですね。しかも大きいですね。大きいですね。宮内庁からの出展ということなんですけれども、そうしますと宮内庁は大きな盆栽園を持ってるっていうことなんですか。そう、もう大きな盆栽園ですけど、約1000鉢ぐらいあるでしょうからね、はい、それを日々管理しとるわけですよね。そして私らは年4回、はい、3回か4回、宮内庁に入りまして、主な手入れをするわけですね。先発、それは大変そうですね。大変です。もちろんそれはその歴史的価値の高い、もちろん木々たち、もうクレーンで下げるような大きな木もありますし、小さな商品もありますしね。そうなんですか。様々な種類のね、盆栽が数多くあるわけですね。そうなんですね。その中にはもちろん樹齢もう200年、300年、400年、三大将軍の松と有名なね、御用松がありますからね。はあ、400年。それを何年にわたって鈴木さんはご手入れなさってるんですか。もう約40年ぐらいですかね。40年、そうですか、はい、通いは手入れをさせてもらうの、じゃあもう皇居の素晴らしい盆栽を見て40年過ごされていると、管理をしながらすごいことですね。石漬けの黒松で、黒松もちょっと岩石状に、石にくっつけとると思いますからね。川肌が荒く、この川の深みがね、非常に、古さを醸し出してますからね。こちら鈴木徹さんが手掛けられた、はい、そうです、木なんですね。黒松、これすごいですね。この石がね、ちょっとねすごく重たく感じますけどね、これは岐阜県の伊比石だと思いますね。伊比石、はい、ずいぶん時代がついた石ですけどね。すごいですね、でもやっぱり黒松にしてもきれいな模様がありますから、はい、非常に木自体も
価値があるんじゃないかと思いますね。こちらの方はもう手入れされて何どれくらいなんですか、うん、これは私が手入れて15年ぐらいですね。15年、はあ、もうちょっと幹も細かったですけどね、うん、年々やっぱり太くなってすごい幹肌ですよね。肌が荒れてきましたね。まさにこうパイの皮みたいな感じに、はい、ようやくこうして国風展に飾られるようになったわけです。素晴らしい姿ですね。この造車の森山和夫さんですか。今回はいらっしゃって。今回は来ておりませんね。ああそうなんですね。じゃあぜひねこのビデオを見て、うん、楽しんでいただければと思います。いや本当にちょっと異質な感じの素晴らしい木ですね。非常に重たいです。重たい、はい、そして横がお隣はまたこちらも素敵な席なんですけれども、地元の岡田翔平さんです。はい、岡田さんが出展されているのこれまたインパクトのある、非常にあの陣がね派手に動きのある、繊細な、素晴らしいですね。この陣のこの流れるような動きすごいですね。お分かりいただけるでしょうか。こちらの方も大臣さんの方で長いんですか。これは新しいですね。そんなに長くはないです。綺麗にあの仕上げたのは私ですけども。やはり、鉢にも特徴がある。常滑のね、はい、古いあの常滑の鉢ですけどね、形が非常にあの、変わってシンプルというか、うこの木には非常にマッチした形じゃないかと思います。合いますね。このシャープな感じがいいですね、うん、そして添えで置かれているのが佐治石ですね。佐治川石ですね。これはまた何とも人気のあるおしゃれな、そうそうそう、珍しいですね、うん、あの添えに、ね、そうですね、石を置かれる方、うん、これから先にこうとんがった形のね、これが特徴ですよね。この石とこの心拍の流れがよく合うということですね。